はい、皆さんこんにちは、ジェでございます。宗英さんで三国志14水書の表、そして誰もいなくなったまで行きたいなという感じですね。やっていきましょう。はい、あと ここちゃんと取り切れてないんだね。まだもうちょっと時間かかりそうだね。さあ、ちょっとここはじゃあ行きましょうか。あ、これリセットかかんだね、わざわざね。この設定保存されないんだよね。なんかちょっとガスってる気がするんですけど、季節柄かな。なんかね、ちょっと、うわー、現役13人まで。さすがに13人まで下がったらもう、はい、都市情報ね。はい、部署ね。おお、古い古い。あ、観光さんいないね。いないね。おお、27年、松園さん。あ、ひいさんが若いんだ。若いというか、士官には若いんだね。おいくつ？ああ、ひいさんより松園さんが年いってるんだ。あ、そうなんだね。ああ、で、中世は？うわぁ。関作さん54まで下がってる。え、でお金はどうなの。あ、お金微妙だなこれ。え、じゃあ行きましょう。さあ、張玉さん東洋中止ということは、あ、なんか用事があったのかな。あ、ガンガン行ってるね。でもね、学官さんにも行ってますし。はい、さあ、何、人材保証ね。ああ、投資さん来たね、とうとう。ありがとうございます。いや、ほんとね、13と14でこんなに顔と、顔が違うっていうのも珍しいよね。投資さんだったらいいとこ行けると思うんで、これでやると、やっぱり怒るね。投資さんが入ったからだと思うんですけどね。文化の人がね、落ちてるみたいなんで、間違いないとは思いますね。ああ、関作さんにも手を出してる。学官さん、張玉さん、関作さん。もうこれ関作さんまで来たら関西がなくなるね。職にね、職に関がつく人がいなくなってしまいますね。ああ、もう一気に来たね、あの投資さんね。もう中世で100までいっちゃったんだね、あれでね。あ、これやったね。はい、どうぞ。と、ここを見てると面白いね、結構ね。これを、はい、どうぞ。と、はい、どんどん送っていきますよ。どんどん送っていきましょう。お、あ、この人来ちゃったね。来ちゃったね。はい、何人、あと、あ、まだ13人いるんだね。矢に下ったのかな。あとは、お、ああ、純一さんのお子さんだっけこれ。あって、でよかったかな。お亡くなりになりましたね。はい、いやー、もうそれは仕方がありません。で、あ、そうだそうだ、もう、ね、あ、題名変えた方がいいかもしれないね。私の中ではもう今特技ないんでね、このシナリオ特技がないので、もうそして誰もいなくなったぐらいまでもう書き直した方がいいかもわかんないね。中にはこれ特技があるのかなと思って見られる方いるかもしれないんで、もうさっき言っときましょう、特技ありませんのでね。もう最後は一体誰なんだっていうのはね、三国志1だったら琉璃さんなんだけど、もう琉璃さん登場しちゃってるんでね。で、琉璃さん病弱でしょ、病弱なので、そう思うともう三国志1の通りにはいかないんじゃないのという感じですね。
そうなるとちょっと興味がありますね。誰が一番最後まで、三国志十三、誰が一番最後だったんだろう。結局最後あれでしたよね、もうひいさんの子供しかいなかったですよね。そうなったと思いますね。それで最後止まりましたよね。あれ誰が最後だったんだろう。こちらに。はい、はいはいはい、と身に余る光栄です。はい、これを、はい、これはあれだよね、武将がいなくても空白地にはならないよね。14では空白地っていう、空白地に一回、あ、ガッカさんも来ちゃった。一回なんでしょう、一回取った土地が空白地になることはまずないと思っていいんだよね。おそらくそうですね。なる条件がもうないんじゃない。いくら賊が出たところでね。あ、高尊教さんが重傷になりました。重症なのでもうやばいんでしょうね。うわ、お金ないね。相変わらずお金ないです。お金もなかったら米もない。あー、ほっといてももうほっといてもいいぐらいのとこだね。はい、さあ、あとはじゃあいつまで持つのかな、ここの人たち。13人、あら、人減ってないね。減ってない気がしますね。こちらに。はい、さあじゃんじゃん送っていきましょうね。はい、はい、じゃあどんどん送っていきましょう。あと張玉さん来たらとりあえず、あ、でも関作さん、ここ、あ、周平さんお疲れ様でした。ここまで、あ、天満さんも、あ、天員さんの子だね。はい、どんどんお亡くなりになっていきます。もうゲッチェさんもお亡くなりになったので、あとこちらではチュータッちゃんと、チュータッちゃんと誰だろう、あ、中田さんの奥さんね、あ、名前ど忘れしちゃった。誰だ、長春か、長春かさんだね、春か姉さんだね。春か姉さんは、あ、でも中田ちゃんは早くお亡くなりになるのかな。あ、女性さんも継承ですね。女性さんが継承になってます。これを、はい、はい、はい、と、おいっと、ああ、瞬間姉さん名前出てきましたね、ここね。鉄壁の書を発見と。これを、はい、今これ何冊あるんだろう、私習得ね、すごいことになってると思うんですよ。まあいやいや、あら、先方の書、あら、どういうこと？習得で、習得武将。あら？まずさっき人選ぶでしょ？で、先方追加。ああ、ここに で、うわ、すごい数なってる。ああ、セイラーの書を覚えれるんだね。そういうことなんだね。覚えられないのは黒なんだね。さーてと、ワンパートで1年っていうのは厳しいのか、さすがに。ワンパートで1年行かないよね。はい、列城殿を発見しました。あ、関作さん来ました。これを、はい、とうとう関作さんまで来ちゃいましたね。お、あ、まだ移動中なのかな。
これ一応なるかな完食。あー来たね。あ、いや決定が入らないで来てませんね。あとは張玉さんだけだね。張玉さん来たらもうみんな抜けちゃったということかな。こちらに、はい。ちなみに敵さんどうなんだろうね。うわー、お、でもやっぱり祝友夫人、松園さん、東院さん、ひいさん、ここら辺はもうがっつりいってね。ちなみに年いくつ？あ、龍井さんが26、龍井さんが27。あ、これ龍井さんの子供なんだね、まだね、若いな。張さんが30だもんね。東院さん45だもんね。孟鶴さん51です。そうなんだね。あ、しまった。もっと飛ばせないかね、これね。早くできないもんでしょうかね。あれ、関作さんひょっとして100女性度全然出てこないんだけど。はい、どんどん送りましょう。だいたいワンパート何ヶ月経つんだろうね。ちょっとこれ終わったら調べてみましょう。こちらに、はい。人材の報酬ね。あ、出てくるかな。これは追放だね。報酬で。お、観測さん出てこないね。あ、ということで観測さんもういきなり100なのかもしれないね。中世がね。私の中では本当観測さんはね、評価だだ下がりなんでね。13での観測さん参っちゃった。本当ね。そして誰もいなくなったんでね。本当びっくりするような感じでしたからね。言うこと聞かない聞かない本当に。さあどんどん送っていきましょう。もうこれ張玉さんにもちょっかい出さなくなったんで来たのかな。こちらに、はい、どうぞと。さあどんどん引っ張っていきましょうと。今が236人。ああ、まだ236人だね。もうでも237年になりますね。お、節操さんの子、節、おー、なんちゃらさんが、おお、これいたね。孫翔さんの子、孫威さんが成人し、あ、いたね、この人も。あ、近くから胸騒ぎがしてと。あ、ごいさん、お疲れ様でした。軍事将軍。あ、女性さんね。ちょっと病気な、病気というかね、赤くなってましたもんね。はい。はい。いやー、ごいさん、いい人でした、ほんとね。さあ、感触、開いたところを埋め込みましょう。で、恒例の、見に行きましょうか。1月になったんでね。まず、士官で見ましょうか。あー、新入りだね、この人ありはね。あー、張玉さん来たね。で、この辺は、あ、そうだ。あ、でもあれか。あの、いや、年末に痴漢を見たら入った人分かるんじゃないのと思ったけど、もうね、職の人がガンガン入ってきてるんでね。あ、容疑さんも来たんだね。もう、あれかな？あ、カマンさんも来てんだね。もうね、なんだろう。そうだ、もう感性の人が全員来ちゃったね。あと、調整の人も全員来た。あ、調査が向こう残ってるわ。さすがにね、嫁さんなんでね、ボンの奥さんなんで。
それほど新しい人は増えてないような感じですね。これ職も増えてませんね。職も人は増えてませんね、新しい人ね。これで高校さんまでこっちに来たらあれだね、高校さんホイホイ来そうだけどね、職を滅亡する人がもう出てこないかもしれないねもうそういえばトライアングルとかも言ってたね。高校さんと高校さんとボンと誰かでしたっけ。新婚さんはまた違ってましたよね。新婚さんは確か違ったと思いますよね。あー、やっぱこれ5の人なんだね、低いから。で、職の人、この人もきっとね、義の人じゃない気がするね。さあ送りましょうか。あ、というわけで時間よくなりましたね。それじゃあこの辺で終わっておきましょうか。宗英さんで三国志14推奨表、そして誰もいなくなったね、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。ちょっと見た方がいいかな。はい、それじゃあ終わっておきます。どうもありがとうございました。